この机の足をすり抜けてくるんですよ。はいはいはい、あれは、え、どうも島田秀平です。始まりました島田秀平の階段巡り。皆さん今回も見ていただきましてありがとうございます。さあ、今回のゲストの方がなんかすごく緊張されてるっていうことなんですけども大丈夫ですかね。大丈夫です。いけますかね。いきます。ご紹介いたします、はい、ピン芸人のジュネちゃんです。お願いいたします。ジュネちゃんでお願いします。お願いいたします。どうしたんですか。だってこの前一回出ていただいてね、はい、はい、緊張しいなんですよ。あ、そうなんですか。本当に緊張しいで、ええ、人の目を見て喋るのが本当に苦手っていうぐらいの緊張しいなんですけど、はい、もう今日はもう階段を喋ってということなんで、もう全力を尽くします。ごめんなさいなんかすいません。もうどうしたんすか。だってピン芸人やられてるわけですよ。そんなのだって人前でね、いろいろやるわけじゃないですか、はい、しかも一人で。はい、そうです。その時あの自分の設定したキャラに、あ、コントなんですね。そうです、ピンコントなので。ピンコント、自分が設定したキャラになりきって演じるので、別にそこまであれはないんですけど、素でこう喋るっていうのがあんまりなくって。そうです。今日もなんかそういう設定というか、はい、階段話すんだみたいな感じの役に入ったらいいんじゃないですか。いや、でもそれができない。変に役に入っちゃったりするとなんかこう喋り方がおかしくなっちゃうんで、素で勝負しようかなと思って今日頑張ります不安しかないんですけども。ごめんなさい。いやいや、だからもうね、前回あの聞かせていただきましたけども、やっぱ霊感というか、はい、ね、不思議なやっぱ体験談もたくさんお持ちということなんで、はい、もうその時感じたことをね、はい、本当にもうあの、まあ、緊張はあるかもしれませんけど、はいはい、もうどんなことがあったのかってこと、はい、本当に僕も興味ありますんで、はい、あの聞かせていただけたらと思います。はい、よろしくお願いします、はい、このジュネちゃんが役に入ってコントをしたらね、どんな感じなのか、ぜひ皆さんあの見ていただきたいと思いますので、あのツイッターもやられておりましてですね、はい、あのなんか活動、はい、終えますので、ぜひぜひ応援の方よろしくお願いいたします。します。あれですよね、今日はあの、はい、まあ、幼い頃から、まあ、不思議な体験があったんだけども、その中でも一番最初に体験した時の話っていう。はい、そうです。一番初めにあの幽霊というものを見た時のお話です。おいくつの時ですか。3歳でございます。3歳でございます。じゃあ今回そのお話ってことで、はい、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。先ほども、おっしゃったようにあの僕はあのちっちゃい頃からそういう、こう幽霊が見える、体質でして、で初めて幽霊が見えたのが3歳の時の、お話なんですけども、季節は真夏です。真夏、はい、もう熱帯夜で夜だったんですね。夜です、はい、で父親、僕、母親で、その時生まれたばかりの、2つ下に妹がいたんですけど、うん、まあ、1歳になる妹と4人で一家族で川の字になって寝てたんですよね。あ、こう横にみんなですね。あ、そうです、はい、で、直接クーラーが当たるとちょっとあの風邪をひくといけないからということで、あのリビングにあるエアコンをつけて引き戸を開けて、この冷房の空気がこう入ってくるような形で、あ、なるほど、あの寝室じゃなくてリビングの方にエアコンつけて、あ、そうです、そうです、そっちの方から風をこの中に入れてくって感じだったんですね。あ、そういうことでございます。はいはいはい、って形で寝てたんですよね、はい、で寝てて夜中ふっと目が開いて、あれ、なんで俺 こんな時間に目が開いたんだろう、こうキョロ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 してて、で横を見るとお父さんが寝てる、で横を見ると、お母さんが寝てる、なんで目覚めちゃったんだろうなっていうふうにこうポケーとしながら天井をこうやって見てたら、なんかこうここに人の気配がするんですよ。天井を見てた時に自分の頭のこの上のあたりから。そうです、そうです、はい、なんであれ、 いるしなと思ってこうキョロ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 して、でこう見たんですよねこう、地面に頭をこうして、まあ、ここにいるわけですからね。あ、そうやってみたわけですね。こうやってうーって見たら、リビングのところに机が置いてあるんですよ。はい、足がちょっと長い机を置いてあったんですけど、その
机の奥の方になんか人っぽいものが体育座りしてんなっていう感じのものが見えたんですよ、はい、と思ってえでこう見るのやめてこれは うつ伏せですか うつ伏せ仰向け仰向けですね、はい、仰向けなん でうつ伏せになって見たんですよこういう風に、うん、見たら確かに真っ暗なんですよ真っ暗の空間だったんですけどなんでそれが見えたのか分かんないんですけど女の子が体育座りしてるのが見えたんですこれ女の子って分かったんですね女の子って分かったんです、はい、こう長い髪の毛の女の子が体育座りしてるのが見えたんですよ、うん、真っ白な服です、はい、見えてでもなんか自然と怖いというよりなんかあれなんかんなんかこの人に会うべくして会ったのかなっていうなんか変な感覚になったんですよ、はい、あれと思って見てたらその女の子が立ち上がってふーっとゆっくり立ち上がってこう足があるんでまっすぐは来れないはずなんですけど足ってあのあそのあの、机のあそうですそうですあの、机の足があるんで必ずこう遠回りして僕らの方に来るなら分かるんですけどこの机の足をすり抜けてくるんですよ、はいはいはい、あれはえなんか来てる来てる来てると思ったらその女の子がいいなって言うんですよ、いいな私も痛かったなって言うんですよえ何何何何と思っていいなずるいなって言うんですよ私も痛かったなずるいなって言ってジュネばっかりずるいなって言ったんですよ名前言ったんですね名前言ったんですよえちょっえ俺の名前知ってると思ってあやねも痛かったなって言うんですよあやねって言ってあやねって何と思ってでちょっとそれが怖くなって布団かぶったんですバッて、うん、布団かぶって目つぶってブル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 こう震えてたらってされて布団越しにパンパンってされてふっって開けたら朝だぞって言われて朝あ朝だと思ってあ朝だあええあれ朝だうんあうん分かったって言ってほらあのえ準備しろっつって確かその時が幼稚園でしたからね、うん、ほら行け早くほらほら早く準備せえみたいなあ分かったって言ってでもその昨日の夜中見たことが不思議でたまらなかった、はいはいはい、でこれを誰かに言いたいわでこうグダ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 してたら親父がおいどうした坊主ん早く準備しなきゃ遅れるぞって言ったらお父さんちょっと言っていいみたいなどうしたって言ったんでなんかね夜中そうだそこそこに女の子がいたの、うん、女の子誰も言いやしねえじゃねえけどお前、おかしいぞお前なんていや本当に女の子がいて、はい、体育座りしてたのでその木がたくさんあるのにそれを無視してこっち来たのそれだけで来たんだと来たんだよ、はいお前お化けでも見たのかよいや分かんないけどでもねなんかね僕の名前知ってたって言ったらふって言ってんお前の名前知ってたのそれにねあやねって言ったんだよって言ってなんかね不思議な体験したんだよねみたいななんかね女の子がいたのってふって親父の顔見たら親父がツーって言って泣いてるんですよはいパーって言ってえいや親の涙を見るのってそうそうないじゃないですか、はい、ないんでちょっと固まってて、お父さんどうしたのって言ったら僕のこう頭をこうフォーしながらお姉ちゃんが会いに来てくれたんだねって言ってうん僕が生まれてくる前一人ちょっと流産しちゃった女の子がいるんですよ、はい、でその子の名前があやねって言うんですようんえお姉ちゃんって言ってお姉ちゃんが会いに来てくれたんだねじゃあ今晩はお姉ちゃんも一緒にこう交えてご飯食べようねって言ってその日の晩は、まあ、牛乳と
ご飯と水を準備して、でみんなでいただきますってやってご飯食べて寝たんですよ、はい、寝てでその日夢を見て、はい、したら前の夜中に見た女の子が立ってて、はい、ご飯一緒に食べてくれてありがとねって言って、また会いに来るねって言って終わったんですよ。終わったら親父が、おい夢見たよ、あやねちゃんに会えたって言って、これ声をこうブル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 しながら、あやねちゃんに会えた、お前はしっかりあやねちゃんの分まで生きろよなって言われたっていう話です。へえ。あやねちゃんは何年ぐらい前というか何歳ぐらい上のお姉ちゃんになる予定だったんですかね。僕より1個上ですね。あ1個上の年の近いお姉ちゃんが、はい、生きてたら今年29のお姉ちゃんでしたね。やっぱいるんですね。でもね、やっぱりこう名前をね言われて、しかもね、あやねっていうね、はい、名前も言ってくるって、もうそれはね、もうそのあやねちゃん以外考えられないですから。やっぱりなんか怖く感じなかったっていうところも、そうですね、なんかこう、恐怖っていうか、なんかこう今の多分まあ感覚とかいろいろあるんで、多分その時の状況を説明してくださいって言われて説明するんであれば、多分こう胸のあたりがこうジーンとするというか、なんかこうあったかい気持ちになってたと思うんですよ、怖いというより。でもその時は分からないから、なんか何この感覚っていう感じだったんですよ。なんで女の子がいるんだろうっていう感覚でしたね。今回聞いて思ったのがね、まあそういう、まあ寂しいというか、いいな、羨ましいなっていう思いがあって、でその時やっぱりね、その小さな子供2人育ててる中で、少しあやねちゃんのことをお父さんもお母さんも家族もやっぱりちょっとこう忘れるわけは絶対ないけど、はい、っていうような状況だったのかもしれないですよね、うん、でもそういうことで、まあ、このジュネさんを通して親御さんたちが、あやねちゃん来てくれたんだって言ってご飯をやった、 その日後にね、まあ、こう嬉しそうに夢に出てきたっていう、ありがとうって言ってくれた。なんかね、こういう、まあ、お話の時によくあるんですけど、そういう何か伝えたいメッセージの時には、はい、枕元に立ったりとかで出てくるんですけども、はい、その後それがこう満たされてありがとうっていう時はなんか夢なんですよね。そうなんですよ、不思議なんですよね、うん、夢なんです。絶対に何かね、満足したり、うん、ありがとうっていう時はキラ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 ーっとした感じで夢に現れてくるとか、なんか笑ってるとかっていう、はい、あれ何なんでしょうね。あれ不思議なんですよね。もしかするとやっぱり伝えたい、どうしてもっていうメッセージの時に夢で現れちゃうと、あ夢かで済んじゃうから、はい、その時はしっかりこう伝えたいと思って出てくる。でその後の時には夢っていうのが何か霊界にあるあるであるのかもしれないですね。そうですね、うん、会ってくれたら僕なんか嬉しいなって思います。なんか、まあ、でもこうやって今日もね、お話されたことで、はい、またあやねちゃんのことをね、はい、また思い出して、で今日ねまた夜ご飯の時にあやねちゃんの分も少し用意したりとか、はい、寝る前にまた思い出すっていうね、なんかそういうことがきっとあやねちゃんに届くわけですもんね、はいはい、でやっぱちっちゃい頃やっぱ思い返してみると、こうまあいろんな怪我とかは、まあ、やっぱ男の感覚でやっぱするじゃないですか、うん、わーってすりむったとか、まあぶつかったとかっていう時って、今思い返してみるとやっぱりこうなんかこう、まあ、枕元でとか、 なんか夢とかっていうこの境目が僕はちょっとよく分かってでない時期だったんであれなんですけど、やっぱりなんかこう時折大丈夫っていうような声はなんか聞いたような記憶があるんですよ。大丈夫とか、ずっと一緒にこう見守ってくれてるんですね。じゃあ今日もジュネさんの横にはあやねちゃんがいるのかもしれないですね。そうです、立っててくれたら嬉しいですね。じゃあこれが僕が一番初めに幽霊というものを見た時のお話でございます。ありがとうございます、はい、いや素晴らしいお話でした。いやいやいや、ありがとうございます。やっぱりなんかあるんですね、そういう力。はい、ぜひ皆さんですね、このジュネちゃん、はいはい、普段はねピン芸人として、はいはい、コントやられてますんで、はい、ぜひ皆さんね活動の方ツイッターの方でチェックしていただきたいと思います、はい、お願いいたします。今回のゲストはジュネちゃんとあやねちゃん、あやねちゃんでいいです、
はい、お姉さんがいるんで、お二人に来ていただけたという感じでしょうかね。はい、はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。